ピノのアイスとチョコの比率をいろいろと変えてみたものの、やはり黄金比の8対2がベストという結果に。お疲れ様でした。その帰り道にスタッフは思った。黄金比のアイスとチョコを逆にしたら、もしもピノのアイスとチョコが反対だったら、小田牧さん、え、どうされました？逆に？面白いですね。やってみましょう。なんとこれも心よく作っていただくことに。果たしてどんなピノになるのでしょうか。できました。こちらです。この中に、ここを開けてもらうとアイスとチョコが反転したものが入ってます。あ、もうこの中に入ってます。入ってるんですか？入ってます。すごい。開けていいですか？開けてください。いや、すごい。ちょっと開けてみます。うわ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 、すごい。ちゃんと外がアイスになってるじゃないですか、これ。はい。すごい。これ8対2ですか？そうですね、8対2に合わせてあります。すごい。これちょっと見てください、これ感動ですよ、これ。ちょっといただきます。ちょっとやってみたい。あ、なかなかさ、いけたかな。いけましたね、ちょっと。うわ、ちょっと緊張するんですけど、これ。いただきます。ゆっくり噛んでみてください。あ、美味しいですね。あ、本当ですか？アイスの味とチョコの味とすごいこう混ざってる感じが、はい。あ、でも美味しいです。あ、よかった。でも最後は当たり前ですけどチョコが残ります。そうですね、最初ものすごいアイスが来たんで。今回は研究所に勤める味のスペシャリストたちにも試食していただきました。ちょっと変わったピノを作ってみたんですけど、ちょっとみんなで開けて食べてみてください。おお、中がチョコレートで外がアイスの普段と逆転ピノなんです。皆さん自前のスプーンで味を確かめながら試食。果たしてプロたちの感想は。え、不思議な食感ですね。なんだろう、普段食べてるピノよりすごいこうチョコレート感が強くて美味しいなって思いました。正直に言うと、アイスっていう感じじゃないけど、まあ、冷たいものとして、まあ、こういうチョコレートもあってもいいのかなっていう感じですかね。すごい発想としては面白くて楽しいので、うちとしてこの美味しさと楽しさっていうところを歌ってるので、そういった面ではいいのかなって思いました。なんかこう見た目もそうですし、食感とかも普段のピノと違うかなってところでありだと思います。濃厚なんでコーヒーと合わせたら美味しいかなと思います。あ、なんかやっぱり新しいものを見ると何ですかね、ワクワクするし、やっぱり今まで通りの美味しさもそのままで、でも新しいものもどんどん作っていきたいなっていう気持ちになりました。ピノが開発されて45年以上、味への飽くなき挑戦はまだまだ続く。